チュメニは、ロシア連邦、シベリア西部の都市、チュベニ州の州都、トゥラ川の下半に広がる。人口は51719人。モスクワから東へ2144キロメートル。西のエカテリンブルクと東のオムスクの間にあたる。チュメニは、シベリアで、最初のロシアの前哨であり、1586年、シビルハン国がロシアの攻撃を受けていた時期に、 ロシア人の東方遠征を支援する目的で建設された。これ以来、チュメニは常にシベリアへの玄関口として重要な町であった。トゥラ川の水路とウラル山脈を越えてきた陸路が交差する一致にあったため、チュメニは小集落から芝叩く間に大きな交易都市、産業都市へと拡大した。1885年に、 シベリア鉄道が開通したことも発展に拍車をかけた。チュメニ市の中心部には18世紀から20世紀にかけての都市拡大を物語る建築が数多く残る。1950年代にはチュメニ油田が発見され大きな経済成長を遂げた。チュメニ油田は旧ソビエト連邦最大の油田であり今もロシア国内の原油の約6割、天然ガスの約8割を産出する。 チュメニでは、石油産業のほか、木材加工や化学工業なども盛ん。水陸の交通の拠点であり、ウラル東部の広大な地域に広がる油田、ガス田の採掘の拠点でもあるほか、文化や教育の中心でもある。チュメニ国立大学や劇場、博物館などがある。イエルマークを記念する十字架チュメニのある場所は、中央アジアからボルガ川流域に至る歴史ある。 交易路がトゥラ川を越える場所にあり、何世紀もの間シベリア南部の遊牧民が、この場所の支配権をめぐり争奪してきた場所だった。チュメニ周辺は、シビルハン国の領土であったが、1580年代に、イエルマーク・チモフェイビッチに率いられたコサックの攻撃を受け、攻撃中の1598年には、完全に滅びロシア・ツァーリ国に併合されたが、 シビルハン国の滅亡後も、チュメニの要塞は、タタール人やカルムイク人の軍勢の攻撃を受け続けたため、チュメニの住民の多くは、ストレリチの獣兵や、コサックなどといった国境警備兵であった。しかし、遊牧民族の征服が進むにつれ攻撃はやがて収まり、職人などの庶民がチュメニに集まり始めた。チュメニは、シベリアに作られた最初のロシア人の町である。 チュメニシュガイズ18世紀初めのチュメニは、西方のヨーロッパロシアと東方の清志帝国、南方の中央アジアを結ぶ公易都市であった。また各職人や鍛冶屋など、多数の職人が住む、手工業の中心でもあった。1763年には、約7000人の人口を抱えていた。19世紀に入っても、緩やかに、チュメニの成長は続いた。1836年、 シベリア最初の蒸気船がチュメニで建造され、帯川、エルキシ川流域で旅客や貨物の輸送に活躍した。1862年には電信がチュメニに到達し、1864年には上水道が敷設された。しかし1885年にチュメニに到達したシベリア鉄道が決定的に重要であった。その後東方へ延伸されるまでの数年間、 チュメニは、ロシアの鉄道網の最東端の駅であり、ヨーロッパロシアからシベリアへの貨物は、チュメニで船に積み替えられ、トゥラ川、トボル川、エルキシ川、オビ川を経て、シベリアを横断した。こうしてチュメニは交通の結節点になり、同時に、西シベリアの交易と産業の第一の中心となった。19世紀末にはチュメニの人口は3万人を超え、 北にあるライバル都市でトボリスク県とのトボリスクをしのぎ、トボリスクにあった地方行政の拠点機能を20世紀初頭に奪った。1944年8月14日にはチュメニはトボリスクも含むチュメニ州の中心になっている。ロシア帝国末期の聖職者、グリゴリーラス・プーチンはチュメニ近郊の農村ポクルフスコエに生まれた。戦没学生記念碑2十世紀は、 チュメニにとって、試練と飛躍の両方を経験した時期となった。革命後のロシア内戦時、オムスクに拠点を置いたアレクサンドル・コルチャーク提督の、率いるシベリア白軍の支配下にあったチュメニは、1918年1月5日に、赤軍により占領された。1930年代、ソビエト連邦の下でチュメニは、西シベリアの重要な産業都市となり、工業が集積した。 第二次世界大戦勃発の時点では、シベリアの蒸気船、貨物船、家具、毛皮製品、革製品のほとんどが、チュメニで製造されていた。ロシアでは、ダイソー、チュメニからは2万人以上の市民が兵士として前線へ、向かい、6000人以上が戦死、病死している。しかしこの時期は、チュメニの発展を後押しした時期でもあった。1 9 4一年の冬には、 ドイツ軍が迫るヨーロッパロシアから22の工場がチュメニへ疎開し、1942年春までに創業を開始した。チュメニはまた前線で傷ついた兵士の看病にあたる病院の町にもなった。こうしたことがチュメニの人口と経済を押し上げる結果になった。チュメニ市街の公園1960年代、チュメニ州付近で豊富な油田とがすでんが発見されると、 チュメニはソビエトの石油産業の首都となり、シベリア鉄道開通後に続く第2の人口、経済の成長期を迎えた。発見された油田の大部分は、チュメニから数百キロメートル北のスルグトやニジネバルトフスク付近にあったが、これらに最も近い大都市であり、州の行政の中心地で、シベリア鉄道本線も通るチュメニが、油田採掘の補助にあたる産業や原油。 天然ガスを加工する産業が立地する場所になった。これらの産業に従事するため、数万人から数十万人の技術者や熟練労働者が、ソ連各地からチュメニに集まり、働いて、住むようになった。しかし石油関連産業は、豊かさをもたらしたのみならず、わずか数年での住民の急増に、行政サービスが追いつかない混乱を招いたほか、無秩序に、 町が拡大したため道路などのインフラ整備や住民、共同体の確立が都市拡大に追いつけないというバランスの悪さを今日にまで残している。秋のチュメニチュメニ市街の歴史的景観チュメニは、寺川沿いの高い岸の上に建てられ、その周辺を伝統的な町の中心としてきた。中心部の家屋や商店は2階建てや平屋の木造建築で、その周囲には多くの村落が散在していた。 後の都市拡大で周囲の村落もチュメニ市街に取り込まれている。現在、チュメニは大きな村の集合体のようであり、あちこちに高層の住宅やオフィスが乱雑に固まっている。市内は、中央区、レーニンスキー区、カリーニンスキー区、ボストチヌイ区の4つの行政区に分かれている。川沿いの地区、ブハルスカやスロボダチュメニには少なくとも3つの中心的場所がある、1つ目は、 トラ川沿いの高台にある歴史地区で、チュメニ創建の地、チュメニ市役所の歴史的建築、第二次世界大戦記念碑と永遠の炎、イエルマークを記念する十字架などが固まっている。建物の多くは、低層のレンガ造りや、木造の昇華、革命前の商人の邸宅、ソ連初期の建築物などである。チュメニでの歴史的出来事のほとんどはこの地区で起こってきた。 高台の下の川沿いの定地は、ブハルスカやスロボダと呼ばれる伝統的な住宅地で、低層の古い木造住宅が多く、高台とともに、歴史的景観を構成している。チュメニに広がる団地チュメニのアレクサンドル庭園地区の新市街二つ目は、歴史的地区の東に接する中央広場周辺で、チュメニ州政府、知事官邸、中央郵便局、 警察本部などの行政組織が集まっており、周囲は中層の団地が立ち並ぶ。この広場は国家的行事や宗教行事が行われる場所になっている。三つ目はモーリストレーズ通りでチュメニの交通の中枢である。市の大通りの多くがこの長さ数百メートルという比較的短い通りに集まっており、交通渋滞のもとにもなっている。 市の南や東南には1980年代に建てられた高層住宅群があるが、中心部への遠さや計画の悪さなどで居住環境は2000年代に入り工場地区や木造建築を取り壊して再開発が行われ、新しいオフィスビルや集合住宅が出現している。チュメニ市は面積は235平方キロメートルであり、 その地形の最大の特徴は、北西から南東へ地域を貫いて流れるトゥラ川にある。トゥラ川は、チュメニ中心部より下流で航行可能である。トゥラ川は、比較的浅く、両岸に広い湿地帯が広がる川で、左岸は、なだらかな丘に囲まれた氾濫源になっている。トゥラ川は、雪解けの起こる春には、水量が増加し、5月半ばに水量がピークに達し、 最も水量の少ない夏の終わり頃よりも川幅が8倍から10倍に広がる。市街地は高さ8メートルの増水に耐えられる大きさの堤防で守られている。増水の最大記録は1979年の9.15メートルで2007年にも7.76メートルの増水を経験している。チュメニの気候は湿潤大陸性気候で暑く湿度の高い夏と 長く寒い冬が特徴である。気候は変わりやすく、市街地の気温は周囲よりも数度高く降雨量も多い。1月の平均気温はマイナス16.7度で、1951年2月にはマイナス50度を記録した。7月の平均気温は18.6度で、最高記録は38度となっている。平均降水量は457ミ、mm、リメートルで、 1943年には5 8 1ト、mm、ルと最高を記録し、1917年は2 3 1ト、mm、ルと最低を記録した。アレクサンドル・テーエン・チュメニシ政府、チュメニの人口は16世紀から19世紀末のシベリア鉄道開通までの間は大きく増えず、なだらかな微増を続けていた。鉄道開通でチュメニは爆発的に成長し、トボリスクを抜き、 地域最大の都市となった。20世紀初頭には人口は3万人を数えている。第二次世界大戦時の工場疎開で人口は2倍以上に増え、15万人ほどになった。1960年代の西シベリア油田発見以後人口は急増し、1960年代の間には25万人を超えないだろうと見られていたのが50万人近くにまで激増した。 ソ連末期の経済混乱が起こる1988年までは人口は安定期であったがその後人口は減少した。1990年代後半からはチュメニは再び石油産業の中心として人口を集め始め2002年全土シア国勢調査では人口は51万719人となった。その後の人口移入と周辺地区の併合により 2008年の人口は588,600人ほどと見積もられている。ソ連各地から労働者が集まったチュメニの民族構成は多様で、ロシア人を筆頭に、ウクライナ人、タタール人が多くを占める。石油産業発展後、ソ連の古くからの油田、ガス田自体からの労働者、技術者も多く流入している。チュメニのイタリ生産者修道院教のチュメニのイタリ生産者、 修道院チュメニの旧聖主聖堂チュメニは、創建時からシベリアの宗教的中心であった。2009年時点で、市内には、ロシア正教会の聖堂が10カ所、モスクが2カ所、シナゴーグが1カ所、ローマカトリックの教会が1カ所ある。1616 16年、火山の日本都によって、イタリ製三者修道院が建立された。1709年から1711年にかけて、 最初のシベリア大主教王、フィロフェイレスチンスキーの命により、修道院は石像で建て替えられた。新首都サンクトペテルブルク以外での石像建築が禁止されていった時期にあって、この修道院は皇帝ピョートル一世院の特別の許可で石像での建て替えを許された。1761年にはチュメニ宗教学校が誕生している。 さらに1708年から1885年にかけて様々な大きさの12カ所の石造りの聖堂と2つの修道院が建てられた。ソ連時代、宗教学校は閉鎖され聖堂のうち2つが解体されたが、他は建物が残り、2008年までにほとんどが聖堂として再度使われている。2009年初頭には破壊された聖堂のうちの1つの再建が始まり、 もう一つの聖堂の再建も議論されている。チュメニ宗教学校も1997年に再開した。ロシア帝国時代以来、正教会が支配的宗教だったが、イスラム教、ユダヤ教、ローマカトリック、小儀式派などの信徒もおり、ソ連時代以前にそれぞれモスクや教会を建てていた。しかし、カトリック教会の建物だけが残り、モスクやシナゴーグは取り壊された。 シナゴーグは長年無残な廃墟になっていたが、2000年に元の場所で再建されている。チュメニのガスオイルプラザビルチュメニは、ロシアの石油、天然ガス産業の重要な基地である。西シベリア油田地帯の周辺では最も鉄道、道路、水運、空港など、交通機関が発達していること、気候の厳しい油田地帯よりも気候が穏やかな場所であることから、 油電地帯を補助する機能は、チュメニに拠点を置いている。チュメニは、石油産業以外にも、機械工業、科学、医療、文化、教育の地域的中心にもなっている。チュメニに拠点を置く、石油企業には、ガスプロム、ルクオイル、またケイカ・デュタグや、シュルンベルジェなどの採掘技術関連企業など、石油採掘を支援する産業もチュメニに集積する。チュメニには、 先端技術団地もあるほか、高度な医療を行う連邦の医療センターも、所在しており、シベリアの人々に高度医療を提供している。チュメニドラマ劇場チュメニの、サーカス劇場チュメニ大学チュメニは、西シベリアの芸術や、娯楽の中心でもある。ドラマコメディ劇場は早くも1858年に、開設されて、現在に至っている。その他人形劇劇場や青年劇場、 チュメニ音楽ホール、チュメニサーカス劇場などもある。チュメニ公共楽団もあり広く活動している。博物館、美術館も多い。チュメニ地方民族博物館、チュメニ美術館が有名なほか、地質学博物館、医療史博物館、チュメニ農業アカデミー付属の博物館群、かつての商人の邸宅を開放した博物館などもある。 チュメニは主に労働者の町であり、文化人は多くないが、長い歴史の中で多くの詩人や小説家を輩出してきた。国際的に知られる児童文学者、ブラディスラフ・クラピービンは、チュメニ出身である。またチュメニは多くのスポーツ選手を生み出した町でもある。アイスホッケー、サッカー、フットサルのプロのクラブチームも、チュメニを拠点にしている。 年中使用可能な室内スケート場、室内サッカー場、テニス場などのほか、冬季にはスキーなどのウィンタースポーツも盛んに行われる。チュメニは大学などの高等教育機関も集まる。1964年拡大する石油産業からの資質の高い労働者の需要に対応すべく、チュメニ産業大学が開学された。それ以来様々な大学や短期大学がチュメニに、 誕生した。チュメニ国立大学、チュメニ建築大学、チュメニ石油、ガス大学、チュメニ農業アカデミーなどが主な高等教育機関である。チュメニ駅、トゥラ川の橋チュメニ駅は1885年に開業した駅で、現在はスベルドロフスカや鉄道の管轄下にある。歴史的市街地からは歩いて15分の位置にあり、シベリア鉄道を通る。 国際列車やオムスクエカテリンブルクとボリスク方面の近郊電車が数多く発着している。市内交通では数多くの市営バスや市営バス、路線タクシーが走っている。市営バスの多くはドイツの街を走っていた中古バスを利用している。市内から1 3キロメートル西には路七の空港があり、モスクワやサンクトペテルブルクなどの主要都市のほか、中央、アジアや ヨーロッパ行きの定期路線もいくつか開設されている。市内の道路事情は悪い。地域は、トラ川とチュムネカ川とシュベリア鉄道で分断されており、これらをまたぐ橋や立橋は少ない。また、ソ連時代に設計された道路は主に公共交通をばける規模で作られており、自家用車が増えた今日では対応しきれず、渋滞は慢性化している。市政府、州政府は、 道路網の改善計画に取り掛かっている。ありがとうございます。